スキャバードフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名はタチウオ科のタチモドキと呼ばれる魚の総称にちなんで命名された。タチウオの尾びれは完全に退化しているが、タチモドキは痕跡上の尾びれが残っていることで分類される。黒タチモドキ尾びれたちスキャバードフィッシュは1943年9月27日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年1月27日に、ナンシー・ジェイ・シェトキー少尉によって、命名、浸水し、4月29日に、艦長フレデリック・エーガン少佐の指揮下収益する。ポーツマスでの初期訓練を呼び、ロードアイランド州、ニューポートでの水雷訓練を終えると、スキャバード・フィッシュは、コネチカット州、ニューロンドンで、 大西洋艦隊潜水艦部隊に配属され、さらなる訓練と最終偽装が行われた。訓練が完了すると、フロリダ州キーウェストに向けて、出港、1944年6月21日から、対潜水艦船訓練を開始する。7月1日に、パナマに向けて、出港、4日後に、パナマ運河を通過し、西海岸を呼び、真珠湾に向かう。 スキャバードフィッシュは7月24日に新珠湾に到着、太平洋艦隊に配属され、修理及び最終訓練を終えた。8月17日、スキャバードフィッシュは最初の紹介で南西諸島方面に向かった。ミッドウェイ島で給油を行った後、紹介海,海域に到着。8月31日、スキャバードフィッシュは最初の敵船を発見した。 それは二隻の護衛艦を従えた、島間の機船であった。スキャバードフィッシュは、放射状に三本ずつ魚雷を二度発射したが、命中することはなかった。護衛艦による爆雷攻撃をしのいだ後、スキャバードフィッシュは浮上姿勢法に向けて、紹介を継続した。九月十九日九時十五分頃、スキャバードフィッシュは、那覇北西方で、潜水母艦クジラに対して、 魚雷二本を命中させ損傷を与え、航行不能に陥らせた。さらに、千鳥型水雷艇と思われる艦艇に対して攻撃を行ったがそれは失敗した。スキャバードフィッシュは3時間の爆雷攻撃を受けることとなったが、損害はなかった。紹介の残りは戦果を上げることができなかった。10月12日、スキャバードフィッシュは56日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島した。2週間後、スキャバードフィッシュは、さらなる命令に備えるべく、前進基地が設置されていた、サイパン島に開港された。11月12日、スキャバードフィッシュは2回目の紹介で、本州南東部に向かった。11月16日に紹介海域に到着。同日、スキャバードフィッシュは、 父島北西沖で3112戦団を攻撃し、木更木丸を撃沈した。11月21日には、東京南方200海里沖で、北海丸、負傷を撃沈。翌22日には、北緯33度20分統計142度01分、分北緯33.333 33度統計142.017度。 33.33342.017の八丈島東方で4118戦団を、護衛中の解剖艦沖を来撃。全部に命中したい派航行不能に陥らせた。11月24日、スキャバードフィッシュは11月27日まで、日本空襲を始める、B、B-29 に対する支援を行うよう、命じられた。 11月29日朝、スキャバードフィッシュは、横須賀南東75海里、伊豆大島沖の地点で潜航中、潜望鏡の視界内に潜水艦を発見。一旦浮上して追跡したものの、哨戒機が飛来してきたので再び潜航。完備発射艦から魚雷を発射し、魚雷が命中した。敵潜水艦は30秒で沈没した。 佐々木という名の生存者を救助し、この潜水艦は、メレヨン島から横須賀に向かっていた、イ・3 65であることが判明した。12月20日、スキャバードフィッシュは47日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。同地には1945年1月16日まで、泊まり、その後サイパン島に開港した。サイパン島では、 ウルフパックの訓練を行った。1月23日、スキャバードフィッシュは3回目の紹介で、南西諸島、ルソン海峡方面に向かった。2月27日、スキャバードフィッシュは12隻のラガーと1隻のトロール船を発見して、艦砲で撃破したが、敵機の攻撃により先行を余儀なくされた。スキャバードフィッシュは、爆撃を受けたものの損傷はなかった。 2月27日には、キールン港沖で、特設艦指定第6号機ツルマルを撃沈した。3月6日、スキャバードフィッシュは52日間の行動を終えて、サイパン島に帰島。修理のため、真珠湾へ開港された。スキャバードフィッシュは4月後半に、グアムへ戻り、潜水母艦ホランドによる整備を受けた。4月29日、 スキャバードフィッシュは4回目の紹介で、東、シナ海に向かった。紹介海域に向かう途中、任務変更の命令を受け航空部隊の救助支援任務に向かい、5月4日には放棄された、B、B-29 から乗組員5名を救助した。B-29 の乗組員は2日後ピクーダに、異常し、スキャバードフィッシュは、航海へと移動した。5月17日に、 小型貨物船及び2隻の護衛艦と遭遇、来撃を行う。この船団は、対潜水艦攻撃部隊であった。スキャバードフィッシュの攻撃は、外れ、敵船体は4時間にも及ぶ、爆雷攻撃を行ったが、スキャバードフィッシュは、損害を受けることはなかった。6月11日、スキャバードフィッシュは53日間の行動を終えて、アプラ港に帰島。 潜水母艦アポロによる整備を受けた。7月1日、スキャバードフィッシュは5回目の紹介で日本近海に向かった。任務には救助支援任務も含まれた。7月25日から8月10日の間に東京湾港海域を中心に7名のパイロットを救助した。8月15日にサイパン島に寄港し終戦の知らせを受け取った。8月25日、 スキャバードフィッシュは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。スキャバードフィッシュは、真珠湾に一度開港された後、9月6日に、真珠湾を出港し、エニウェトク干渉で、対潜水艦船訓練に参加する。1ヶ月を、エニウェトクで過ごし、あとの1ヶ月をグアムへの巡航で費やす。月日に、アプラ港を出港し、ミッドウェ島を経由して、 カリフォルニア州サンフランシスコに向かう。1945年11月29日に、メアアイランド海軍造船所に到着。最初のオーバーホールが行われたが、工事は1946年3月中旬まで完了せず、工事未了のまま、西海岸沿いでの作戦活動に従事した。1947年3月17日に、 サンフランシスコ海軍造船所に入居し、二度目の広範囲オーバーホールが行われた。8月8日にカンドックから直接出港し、サンディエゴに向かう。1ヶ月後に、真珠湾に向かい数日間停泊した後西方に向けて模擬巡航を行う。パラオ、香港、上海、チンタを呼び、沖縄を訪問した後、 スキャバードフィッシュは1947年12月11日にサンディエゴに帰還した。1948年1月3日、スキャバードフィッシュはメアアイランドに向かい、2日後に不活性化のため太平洋予備役艦隊に合流する。1948年2月にスキャバードフィッシュは予備役となりメアアイランドに係留された。 その後1964年10月まで保管された。スキャバードフィッシュは再び収益するとギリシャ海軍に対応された。ギリシャ海軍ではトリアイナの官名で収益した。スキャバードフィッシュは1976年1月31日にアメリカ海軍から除籍され、1976年4月にギリシャによって正式に購入された。 ギリシャ海軍からは1980年に除籍されたが、1982年まで、係留され、訓練艦として使用された。スキャバードフィッシュは、第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖書を受賞した。ありがとうございます。